ナッソー駅とは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、ニューヨーク市スタテンアイランド区、チャールズトン及びトッテンビルにあったスタテンアイランド鉄道の駅である。この駅には4両の有効長を持つ2面の相対式ホームがあり、オーバーパスできる構造になっている。また、西アンドリュー広場方面へと抜ける階段の東側半分には屋根がない。南側のホームの隣には、 この駅名の由来となったナスソー製電会社の引っ込め線の跡が残っている。この会社は1882年にトッテンビル制度として設立され、1931年に社名変更した。ウェスタンエレクトリック社の電信部門の一員として、この会社は古い電話の部品をリサイクルし、銅のワイヤーやハンダを作っていた。その後2007年までの20年以上にわたり、 この地は、ブラウンフィールドとして放置されていたが、除染によって安全な環境が創出された。セントジョージ駅方面には、ベセル通りと、セイアンドリュー広場が所在している。トッテンビル駅方面には、ナッソー広場が所在している。駅の西側は空き地である。アーサー・アキル駅が東駅とアトランティック駅の代替の目的で開業。駅は二千十七年一月十一日に廃止と、 なったこの地域は1860年に、アービン、リー・アンド・ポール・マタス、セルト・ザ・エッセンシャル・ヒストリー、P5、2009年3月3日閲覧、によって鉄道が開業したものの、タイム、テーブルナンバー8、オクトーバー16、1921、2009年3月23日閲覧、による1921年の時刻表では当駅の、 存在が確認できない。1949年のコルコニオ、マイケル、セルトトラックマップ、2009年3月24日閲覧、による交通網には現れている。ニーバック、グレン、クリーンナップオブフォーマー、ナッソースメルティングサイトツービギン、シュタットアイランドアドバンス。ありがとうございます。